ちょっとエニアグラムの話がしたいなと思って、はい、MBTI の、はい、なんて言うんでしょう、認定されてる方、はいはい、が X でですね、はい、なんかあのエニアグラムの本買ったよみたいなので、はいはい、本棚を開けてらっしゃってて、はい、あのこの本ほとんど持ってるとか思いながら、はい、で MBTI 目線でみたいな、はいはい、こんな感想です、ね、みたいなのを上げてらっしゃってて、うんうん、でエニアグラムの書籍の中で、はい、まあ、センターの表現があったと、はい、でヘッドセンター、はい、分かる、はい、その人はね、はい、で心臓センター、まあ、ハートセンターなんでしょうね、はい、これは臓器のことか、はい、みたいな、はい、で要は、ガッツセンター、はい、まあ、腹、はい、これまあなんて言うんでしょうね、はい、よく僕が見たのは腹、本当に腹って書いてあったんですけど、はいはいはい、本によっては、うん、まあ、ガッツセンターって言ったり、はい、本能センターです、はい、本能センターです、ね、まあ、本能ですね、はい、でそれは臓器かハテナ、はい、要はヘッドセンター分かると、はい、まあ、これは、ね、脳みそですもんね、脳みそも臓器ですけどね、はい、こういう話は僕好きなんですけど、はい、で僕は X に対して、はい、僕もなんかそのエニアグラムに乗るときは、はい、そういうセンターがあるんですよねとかってやってるんですけど、はいはいはい、腹センターってなんだよと、はい、ただ僕こっち側で、はい、まあ、ダイエッターとしてですね、はい、腸内フローラ、はいはい、腸は大事だよ、はい、っていうのがあるのと、はい、そのものの本で人のこの生物の過程の中で、はい、基本口と腸があって出すっていう生物から始まっているので、はい、生物の臓器は、はい、腸が先、はい、腸の方が先輩、はい、腸先輩なんですよ、はい、なので腸の方が偉いっていう感覚になっているので、はいはい、そういう意味だとなんかその言ってることは分かるみたいなのをあげたんですよ、はい、そうするとまあ、あのエニアグラム先輩にあたる隊長がですね、はい、いやいやいや言ってること違いますよって、はい、僕はエニアグラム的表現、はいはいはい、それは何でしたっけ、なんか英語でガッツ、ガッツはなんか、あのこの英語版エニアグラム検索すると、はい、まあ、ガッツセンターって、はい、かっこ何だったかな、直感みたいな、はいはい、本能とか直感っていう、その直感は MBTI とか16タイプでいうところ の、 あの若干違う、見るじゃなくて直接感じると書く直感、直接感じると書く直感、はい、インスティクティブ、はい、INSTINCTIVE、はいはいはい、インスティクティブセンターは本能直感だと、はい、でガッツフィーリングは直訳すると腸の感覚だけど、はい、直感とか感みたいな意味で使われるんですよって、はい、僕に返してくるんですね、はい、僕は感じたいんですと、はい、あこれがその、はい、僕はその人々がそう感じたって話をしてるんですよ、言葉じゃないですか、腹が立つって本当に腹の中で行われてるわけじゃなくて、なんかそういう感じの時に人々はお腹の中に何かあるって感じたから腹が立つっていう表現が出てきたっていう話ですよね言葉って、でガッツフィーリングみたいな本能みたいなのが、はいはい、こう西洋ではある本能とか深い直感みたいなのはこのお腹の中で起きてるみたいなのがあるっていうことで、こう直感みたいなのをガッツって表現するみたいなのがあるっていう話をなんで腹が立つって言うんでしょうね、そういう不快感みたいなのがあるって話ですよ、いやでね、はい、あのだとすると僕は、はい、なるほどと、はい、ここで感じたものが、はい、そういう表現になると、はい、だとこっちが先、脳が先じゃなくて、はい、こっちが先で、例えば、はい、じゃあなんか本当にドキドキってするじゃないですか、はいはい、これもじゃあ心臓さんが、あだからこう昔の人々は、はい、心っていうのは胸にあったって考えてる、先にそのドキドキさせて、はい、好きって言ってるよって、はい、僕はなんて言うんでしょうどっちが先、それはまあいろいろどっちが先もないですよね、役割分担の話じゃないですか、頭はなんか思考を司る臓器みたいな話じゃないですか、はいはい、でこうドキドキするみたいなのもこうアドレナリンとかを放出してるわけですよねそれによってこう心拍数が上がったりとか戦闘態勢に入ってるみたいな、でこれを僕はなんか先に心臓がやってるんだと、はい、はい、でそこの先が先だと
いいっていう感覚が僕にはよく分かんないです。あ、なるほど。で、はい、いやこのなんとかセンターって言うじゃないですか、はいはい、センターっていうのは、はい、そっちが強いよって言ってるわけですよね。そっちを重視するみたいな話じゃないですか。重視って何？その、まあ、本能センターはそういうなんか快不快みたいなのを重視するみたいな話じゃないですか。ヘッドは？ヘッドはこう考えですよね。あじゃないこうじゃないみたいな。だとなんか全部ヘッドにならないっていうのはずっと思ってるんですよ。はい、エニアグラムの説明するときは別ですよそう、全部ヘッドにならないっていうのは自分の感覚の話ですよねっていう。だって、はい、みんなその言葉にするのも、はい、どう感じたかを発するのも、はい、それはなんかここ初な感じがするんですよ、はいはい、みんなね、はい、まあ、考えてるのが頭なので結局。でもなんかその、はい、それは心臓が言わせてるんだよとかっていうのが、はい、あこれだねっていう、はい、なんて言うんでしょうのが、はい、人によって感じ方が違うじゃないですか、はい、なんかこの辺の分かりにくさがエニアグラムにはあるからいまいち広がらないのかなとか、はい、最近本当に流行っている、はい、この、まあ、みんなは MBTI って言ってる、はい、ポリゴンのやつを出して、はい、違和感を感じているが、はい、まあその INTP とか、はい、その今流行ってるやつって、この I が何を言ってて、はい、N がどういう意味で、はい、T がどういう意味で、はい、P がこういう意味だ、はい、みたいなのが分かる、はい、とてもいいネーミングじゃないですか、はい、ネーミングの妙、はいはい、名は体を表すみたいな、はい、エニアグラムってタイプ9ですとかって、はい、一つにまとまっちゃってるんですよね。はい、これも分かりにくいですよね。まあ、何か MBTI で言うと、はい、1番から16番まで番号が振られてますと、はい、僕はタイプ1ですって言うと、はい、ちょっと難しいですよね。なんで共通であったとしても、はいはいはい、この ENTP から1番で、うんうん、みたいで16番まで名付けられるとして、うん、タイプ1ですとかってやってたら、はい、多分ここまで流行ってないんだろうなとかって、まあ、分かんないですけどね。その結局なんですかね、この16タイプ16パーソナリティーズのサイトのやつって、はいはい、まあ、領事館とかなんか主人公とかって名前がついてるわけじゃないですか。覚えてないですけどね、はいはい、でそれで流行ってる気もしますけどね。あ、とっかかりは INTJ さん、あんな人ねっていうのじゃなくて、はい、その言い表された方で、はい、なのでそこになんか噛みついてくる人がいるじゃないですか。あ、はい、ここにですねここに、はい、あの転職のところでアイデアマンとかつけてると、はい、そのタイプはアイデアマンじゃありません、はい、紛らしいことすんなみたいなのはいただきますよね、はい、でそういうイメージで推してるから分かりやすい、分かりやすいっていうかそういう感じなんじゃないですか。だからエニアグラムこう成功者とか、あ、タイプ3ね、タイプ3とか、 なんかそういう熱中する人とかってついてるじゃないですか、はい、なるほど、はい、でも元々はついてないみたいな。そう、エニアグラムの狙いとしては、はい、その番号にしたのはその番号にはその何もついてないイメージが、はい、いいも悪いもない、いいも悪いもないっていう意味、はい、6番は6番っていうっていう意味でつけたはずなのに、はい、はずなのにですよね、はい、でそこに成功者とかってつけるとみんながそこに憧れるみたいな。でタイプ3とタイプ7と、はい、タイプ5が多いみたいな、はい、で僕が思ったのは、はい、だとしたらエニアグラムだと、はいはい、法内ハーモニクス、はい、あとまあ本能のサブタイプなんてのもありますよね、はいはい、それをなんか全部まあ3つで分かれてるんですけど、はい、それをなんか全部アルファベットで統一して、はい、なんか IDH の、はい、IDH ですとかってやってると、はい、あこの人は、はい、分かりやすいかなとかってまあ分かんないですけどね。もう1とか2とかの方が分かりやすい。もう遅いですよねそれは、はい、すいません。そんなの思う。あとはまあその、はい、まあ、冒頭に喋った、はい、このセンターとかって分 か,、はい、かんねえよそんなのって。そこで判断をするみたいな話ですよね。そこで判断をするとその本能センターの人は、まあ、本能で判断するみたいな、ハートセンターの人 はハートで判断するみたいな。はい、なんかそれがなんか多分、はい、うーんってもやもや、はい、いや分かるって人は分かるって言いますよ。はい、そうすると僕の中で本当にって思うんですよ。はい、まあ、僕は人が好きなので、まあ、なるほどって言いますけど、はい、まあ、その何ですかね、こう考える思考センター、ヘッドセンター、
の人はもう考えることをずっとこう考えてるみたいな話じゃないですか。隊長考え、団長も考えるじゃないですか。考えますよみんな考えるんですよ。でみんな腹が立ってみんなドキドキするんですよ、はい、でそれを何を基準にするかって話ですよね。みんな考えるんですもん。いやなんか人を好きになるセンターとかだったら分かるんですよ、はい、人から離れるセンター、あこれはどっちかの話でしたねこれは、はい、でこうセンターで行くと、はい、その感情、あ本能だともう生きていくことみたいな感じじゃないですか。僕も生きていきたいですよ。気温とか、はい、快不快、体の快不快ね、体の快不快、はい、お腹が空いたとか、はい、眠たいとか、はい、っていうところをもう最優先に考えて、時間は今って言いますよね、はいはい、でそこを基準に考えるから、はい、なんか天気が悪いとこのあと体調不良になるかもしれないとかっていうのを予防するためにこう考えるわけじゃないですか、うん、でただヘッドセンターの人はそこじゃないみたいな話じゃないですか、うんはい、未来ですもんね。未来考えるのは未来だし、はい、だってこれ NF に共通しますよねっていうのはまた別の話なんですかね、はい、別の話だと切り方の違いがあるので、はいはい、そこに容易に持ってきちゃダメ、はい、繋がらないとは思うんですよ。このハートセンターも NF に繋がるじゃないですかそうなんですよね、はい、そうなんですよね、はい、でも一応ハートセンターは基本過去なんですよね見てるの、はい、そうすると SJ なんですよね。 NF もじゃないですか。 NF は未来、未来が NF は、はい、まあ、過去を見て未来を見るみたいな感じですよね。タイプロックか、はい、すいません。でそうすると多分いろんなとこにいる感じがするじゃないですか。やっぱじゃあ ここはやっぱ分けた方がいいんですね、はい、ルールが違う、まあ、サッカーと野球を混ぜようみたいな話ですよね。それはキックベースは、はい、だから入りませんでしたもんね、はい、あヤンバルさん、ストレス感じるとお腹もキューってなること、でもなんかこれってなんかいたたたたってなんか表現だったりするじゃないですか、はい、あ僕の中ではね、なんかプレッシャーかかった時にあいたたたってやるとなんかちょっと受けるみたいなので、受けなくても痛くなったり しないですか。うん、分かんないそれは多分二等兵がそういう演技をしてるだけの話ですよね。 だけです、はい、実際にこう痛くなったり痛いようになったりする人いるじゃないですか。あいる、はい、強いストレスがかかったりすると、まあそうなんですけどね。でも体は一体なんですよっていうのが今時の話ですよね。一体ですよ、一体、はい、なんどっちが先も後もない、はい、ああ深い相関関係があるみたいな。あ僕は腸が先だって言ってるけど、はい、精神的に病むと腸が痛むこともあるし、こう腸が痛めば精神的に病むこともあるし、あ、うんうん、はい、もう、まあ、全部伝統して、そう、まあ、一つの機能、一つの人間みたいな感じなので、うん、何かが先とか後とか、あでなんかそれがなんか感じることができて、はい、言葉で表現できて、みんながそれだよっていう共通認識が生まれると、はい、エニアグラムが流行るんだろうなと思うんですけど、はい、多分この辺でなんかね、さくらさんもしっくりと来ないって言ってるみたいに、はい、あ、ご機嫌よう、はい、言ってるように多分、はい、僕分かんないですもん。でも最初しっくり来てたじゃないですか。最初来てたはずです、はい、でもあれはなんかよくある、はい、これだと思って、はい、そのタイプになろうとするみたいな、はい、のをやってたんだなって思うんですね、はい、でその、はい、まあ、この多分混ぜちゃいけないものが混ざってるから分かりづらいのもあると思うんですよね。確かに、はい、優劣とか先とか後とかをつける理由が分からないです。あ、僕のやつですね。僕も腸が先、そう、心臓が先ってで、だと嬉しいんですけどって書いてあって、あ、何が嬉しいんだろうみたいないや、だと分かりやすいな、なんかあ、確かになんか、はい、腸がこうやって感じて頭に行って出てきたっていうのが分かると、はい、まあそうだと思いますよ。でそれが、はい、ね、みんなが分かるとエニアグラムってそうなんですよって自信持って言えるんですけど、はい、なんか、うん、どうなんでしょうねこれって、お腹が立つって言いますけどね、腹が立つっていうのは、まあ、人間の感覚ですよね。ドキドキするなんて言いますけどねって、はい、だからもう落語の枕みたいになんかちょっとまあ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 みたいな感じで話してるから、はい、エニアグラムってなんかモヤモヤってしてるよなって思うんですよ。はい、それまあ全部じゃないですか、全てのこと。まあ確かにね、この、はい、あの第一機能、第二機能、第三機能って言われても、はい、まあ、これも、まあ、頭の中で考えるしかないですもんね、はい、全てまあ概念的なものじゃないですか。概念です、はい、なのでそのエニアグラムも、はい、ハーモニクスとかでこの
タイプで分けて、はい、それを表現した名前にすると、はい、受けるのかなって思ったりとか、はい、そんなことをずっともやもや考えてました。エニアグラム先でやった時はしっくりきたんですけどね、はい、まあ、多分入り口がそこじゃないんですもんね。エニアグラムの基本って多分とらわれだと思うんですよ、はい、あ、はいはい、そこです、はい、でそれを探るためにいろんなものがここってあるけど、はい、まあ、なんか余分なものみたいなところじゃないですか、まあ、本当はもう参考にみたいな、何あなたはとらわれているかって話ですね、はい、でそれを手放せば自由になれますよっていう話ですよね、はい、でそこを探るためのなんかセンターだとかいろんなものを使ってとらわれを探すみたいな話なので、はい、あんまりこう周りに執着すると多分見失うみたいなところがありますよね、はい、だと僕本当3か6です、はい、どっちか本当どっちか、はい、ヘッドハートガッツは理屈で理解できるけど感情とか気持ちが納得してないとかそれに近い、あ、はい、僕はそれに近いです。なんで体調はよく言うじゃないですか、はい、それで体調は多分理解はしてると思うんですけど、はい、感じてます。感じるって何ですかありがとうございます。以上でございます。すいません。はい、ポルさんごきげんよう。エニアグラムは健全とかが面白いですと、まあ、あれあそこにはなんか僕も、はい、僕がいる感じがします、はい、どちらかというと6の中に、はい、6の中に僕がいると思ってます、はい、まあ、6の健全度が下がると3が出てくる、はい、この辺面白いですよね、はいはいはい、面白いけど流行ってないんですよ。そう、もこちゃん面白いけど流行ってないからこのチャンネルが跳ねないんですよ、はいはい、というマーケティングですよ多分。そうで、マーケティングでちょっと失敗してるんだなって、はい、多分思ってます、はいはい、だからで僕の中でマーケティングってネーミングが大事だよなとも思ってるので、はい、ネーミングだけでもないですね。あ、もちろんそうなんですけどね、はい、